どうも、虹色ライダーでございます。虹色音声始まりました。ひっそりと。今回は曲語りということで、Mr.Children の Not Found という曲を喋りたいと思います。ものすごい大好きな曲です。まあ、ミスチルなんで、ほぼ好きなんですけども。Not Found は2000年に発売された曲だったと思います。10周年のベストを出した時に2枚組のね、骨と肉、その前に出したシングル。ですね。Not Found、まあ、見つからなかったなんですよ、直訳するとね。桜井さんが、パソコンで、何か探すときにそのものがなかったときに出る表示 Not Found ってパソコンに出てくる、そっからその言葉を使いたいなっていうところで作った曲みたいなんですよね。まずこの Not Found について何を思うかって考えたら、もうこの歌はとりあえず難しいっていうのがまず一番最初にきます。カラオケ、弾き語りトライしましたけど、最後まで歌い切れたことがありません。持って一番です。この歌本当に難しい。まあ、サビのね、あの高低差っていうか、もうそこももちろんなんですけど、結構 A メロからなかなかの感じなんですよ、僕からしたら。この曲を歌っている桜井さんが本当テレビとかでね、うわすげえなーって思いながら聞いてましたけどね。ライブとかでは全部じゃないけどキー下げて半音下げて歌ってるのもあるらしいんですね。うん、めちゃくちゃ高いですから、まあ今後も多分僕はトライすることはないですねひどい音になるので僕が歌うと。Not Found はこの曲のために活動してきたみたいなことをインタビューかなんかで言ったんですよ、桜井さんが。それで雑誌とかでは、まあ最高傑作だみたいな感じで書かれてるんですけど、真意はわかんないけども、音楽活動をしてきて自分が何のためにしてるかっていう答えをこう音楽活動の中から探してると思うんですよね。それでまあ10年やって出た答えが見つからなかったっていうとこなんですよ。で、僕は勝手にそう思ってて、あんだけ売れていろんなものが見えてきて、で結局10年やって見つからなかったっていう答えに行き着いたっていうのが、なんか僕ならすごくかっこいいという感じで、でまあその後多分彩りっていう曲が答えだと思うんですね。その後ホームっていうアルバムに入っている彩りっていう曲があるんですけど、多分あれが自分がやってきたことが、これが答えなんだっていうのがあって、だから僕の中でその Not Found からそのホームの彩りにつながってるっていうなんか流れがあって、それがすごい好きなんですよね。詩の内容はね、男女の意見の食い違いっていうか、男が思うことがある、女もこう思うことがある、それがなかなか分かり得ない、それでもそれを分かり得ないことを受け入れてまあ生きていくみたいなことなんじゃないかなと思うんですけど。で、あとジャケットですよね。 CD ジャケット、蜂の巣を手で掴んでるようなジャケットで、一見んっていうような感じで、で僕このジャケットすごい好きなんですよ。あ、かっこいいなって最初から思ってて、で要は見つからなかったっていう Not Found のその意味から、自分が探してたものが見つからなかった、なんかダメなものを拾ってしまったっていう意味だと思ってたんですよ、最初。蜂の巣を掴んだっていうことで、したら実は違くて、まあ、蜂って蜜じゃないですか。蜜が、蜂の巣の蜜が殻でない、見つからない、それでジャケットだっていうことを知って、なるほどとそういうメッセージがあったんですかっていうね、さらに興奮するっていう、あれパッと見でわからなかったですね。うん、まあミスチルファンは、まあ、みんな知ってるんだろうけど、僕はちょっとすぐはわからなかったです。はい。でプロモーションビデオも、まあ、今公開されてますけど、すごいいい感じです。うん、桜井さんがあてもなくこう歩いて、扉があって中に入って布団に入ってまた出てっていう、それをなんか繰り返すんですよ。
見つからないんですよ。まあ、もしこれを聞いてノットファウンドあまり聞いたことないなという方がいらっしゃるなら、ぜひ聞いてみてください。下のね、概要欄に URL 貼ってるんで、そっから飛んでみてください。見つかりますから。ノットファウンドにはならないですから。ノットファウンドには行くんだけど、ノットファウンドにはならないですから。意味わかります？うん。ということで、虹色音声、今日はこんな感じで終わりたいと思います。さよなら。